ブレーベさん、エビフライありがとう。カメさん、白クマ、シュンボウさん、ハートありがとう。カメさん、白クマ、アキモさん、ハート、マチャルさん、お断りです。森健銀河さん、バラ、スカイホエールさん、ハート、ヒロッチさん、ペラペロキャンディ、新一さん、お断りです。カエデさん、サワッチョさん、ソラソヨカさん、エビフライ、カエデさん、ハート、スカイホエールさん、10、メロンのあそこさん、お断りです。しんちゃんさん、10、マウナさん、5番、大吉さん、山崎さん、ハート、ひなみなママさん、飛行機、いもけんぴさん、山崎さん、けんじさん、エビフライ、ミスターさん、5番、ラクさん、ハート、けんじさん、白クマ、ありがとうございます。ありがとう。コナーさん、エビフライありがとう。今日なんか暑い、いっぱい歩いたから暑い、暑いです。暑い暑い。それでは CD 開封の儀に行きたいと思うのですが、その前に皆様にこちらを見せたいと思います。ついにパセリン家に浴衣パネルが来ました。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、パセリです。パセリのパネルが届きました。めちゃめちゃ可愛いです。パセパネル、同一人物です。イエーイ。パセリパネル、事務所でね、行方不明だったんですけど、普通に置いてありました。よいしょ。大事に大事に保管して、こちらは実家の方に持ち帰りたいと思います。ちゃんと無事に持って帰れるのかな、これって。長崎までこれを持って帰るって結構なかなか大変。よし、ちょっとまた後で、また後でね、見せますね。とりあえず今日は CD の生写真開封をしたいと思います。今日事務所行ってさ、プレゼントのとこ行ったら、タンプレが届き始めてて、ファンの皆様からのタンプレが来てて、たくさん持って帰ってきました。ありがとうございます。ちゃんと今回は袋破けずに持って帰ってこれました。お手紙もじっくり読みたいと思います。ありがとうございます。私のことを考えながら選んでくれたと思うので、一人一人にお礼を言いながら読みたいと思います。 BD マンさん、エビフライ、ひまわりサイトさん、ゲームギフト、山崎さん、エビフライありがとう。こんばんは。いや、強い袋じゃなくて、これは前回破けた袋と同じ袋ですね。CD の開封、開封をしますよ。プレゼントは配信では開封しないので、私は開封は揉め事の原因なので、皆さんからいただいたものは誰からもらったかは極秘です。こんばんは。なんで開封、プレゼント開封はしないかっていうと、メンバーによってはするんですよ、配信とかで。でも普通にそのもらったものが気に入って使ってても、誰々さんからもらったからそればっか使ってるって言われたら、もうそのものも使いづらくなるから、誰からもらったかは公表しないようにしてます。時すでにお寿司さん、ハート、キムさん、ハート、カズキさん、飛行機、マコバヤさん、エビフライありがとう。時すでにお寿司さん、白クマ、しんいちさん、エビフライ、カズキさん、エビフライ、カードリーさん、飛行機、マコバヤさん、ハートありがとう、レフトさんもハートありがとう。それでは、どれから開いたらいいかな。通常版ですよね。通常版に生写真が入っておりますので、通常版タイプ A とタイプ B、
ですね。ちなみにパセリがいるのは初回版なので、パセリがいる初回版をお母さん欲しいって言ったけど、生写真入ってないじゃないですか。これってパセリ、これです。ここパセリ、表はこっちパセリ、これ初回版です。でも生写真が入ってるのは通常版です。こんばんは。あ、チェキ届きました。見ましたよ。 X パセリあのね見たよ。続々とチェキ報告が。みんなチェキ受け取りましたか？受け取ってね。こんばんは。それではまずこちらはタイプ、タイプ何これ、今私は何を開けたの。タイプ B、 通常版タイプ B の生写真を開封したいと思います。わあ、ドキドキするよ。誰だろう。いきます、いきますよ。狙いは自分です。自分狙いです。家族が欲しがってるからです。家族が欲しいって言ってるから自分で。せーの、パン。ようこそ我が家へ、パセリちゃん。でもこのパセリなんか目ん玉がさ、目ん玉ね、ちょっと闇を抱えてるんですよね。なんかイエーイ、闇を抱えた目に光のないパセリ。いらっしゃいませ、私の家で療養しましょう。あなたの瞳に目を、目光を入れたいと思います。ありがとう、自力しました。お母さんがこれ欲しがってて、でも私は初回版だから、初回版のジャケシャを買うと、ジャケシャ目当てで買うと、あの入ってないからどうしようって言って話しとったんよ。ガチ地引きしちゃった。やばい、嬉しい。台湾ジョジョさん、ラブレター、福ちゃんいいね、しゅんさん、エビフライ、神代さん、福祉ありがとう。びっくりだわ。え、そんなことあります？すごいね。あと1枚あります。こちらは通常版タイプ A、 狙いはパセリです。パセリ2連続あるかな。宮口さん、ハート。和之進さん、ブラボー、ありがとう。レフトさん、飛行機ありがとう。わー、右田ピポさん、銃ありがとう。あ、スケモンさん、バラ。たかしんさん、白クマ、ありがとう。来るかな、来るかな、怖いな。ちょっととりあえずまずは袋を、なんかキーキー音がした。袋を開けます。これ開けるの難しい。総液さん、10、メロンのあそこさん、かわいい、ありがとう。じゃーらん、じゃーらん、じゃらん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 じゃじゃらんじゃらんじゃらん。まだです、これからです。ではタイプ A 開封の儀に行きます。ミッキーさん、白クマありがとう。それでは行きます、せーの、ポン。ヤンゴローでした。ヤンゴロー、ヤンゴローが出ました。いらっしゃい、ヤンちゃん。私このヤンの外羽めっちゃ好きです。やった、仲良しコンビじゃん。ヤングローとパーコでした。最強、とてもいいです。仲良く飾っておきます。でも自分のは、私は実家にプレゼントします。やったー、やったぜ。もし今配信見てる人は多分パセリ推しだよって人が多いかなと思うんですけど、パセリ推しじゃなくて、パセリ引いた、もうめっちゃ CD 大量買いしてパセリめっちゃあるって人は、よかったら送ってください。提供に出しても誰も引き取ってくれない、どうしよう、保管場所がない、送ってください。親戚中に配り回ります。私がそう無限回収するよ。もし送料とか気にしなければ、本当だったら私がね、送料も払ってあげたいぐらいなんですけど、
もし誰かメンバーにプレゼントを送るついでにパセリへのなんか同じやつで入れてピョンってあげないよって言われた。あれあれもらえないみたいです。がっつり届くと思う。それはそれで悲しいな。大事にもしてください。パセリ推しのみんなは大事にしてください。マニアクラブさん花束ありがとう、ありがとう。めっちゃ暑い。タートルネックだからかな。暑い暑い暑い。あとは生地芯なしなので、じゃあこのパセリがジャケシャにいるバージョンとパセリの生写真をセットにしてパセのお母さんにあげます。同封しといたろ。パセリパセです。いやじゃーん。パセ、これジャケシャのパセパコ。これは朝4時とかの空ですよ。これの日は2時に集合でした。深夜2時集合で撮ったやつです。わーい。お、中にもあるのね。このチームは2時でした。ソラハさんたちのチームは4時とか、なんか人によって違くて。大事にしましょう。嬉しいな、自分の顔が並ぶの。嬉しいね。 CD ショップにここに飾る。じゃーん。じゃんじゃじゃーん。なんかさ 2.5 期生の曲も3期生の曲も可愛い。めっちゃ可愛くてね、すごく好きです。いっぱい聞きたいと思います。しっかり覚えたいと思います。いつか私も披露したい。今2期生の曲がさ花だれ公演の曲になってて、誰でも歌ったことがある曲になりつつあるから、2期生の2期生で披露する時のレア感が今ちょっと薄れがちで、だからね、3期の曲もちょっとやりたいです。私もやりたい。 2.5 期の曲とか1期生の曲も可愛いからやりたい。私も軒先のやつやりたい。あかりんさんのとこやりたい。こんばんは。今日はね、あ、昨日免許更新に行ったんですよ。で、広島の免許センターがアウトレットの近くにあって、で帰りに昨日アウトレット寄ったらめっちゃ可愛いのがあったんです。でも、もう結構遅い時間に終わったから何も買えなくて、でもあ欲しいなって、冬服持ってないし欲しいなと思って、今日またレッスン終わった後に行ったんです。だからそこで買ったものも紹介したいと思います。おみかんさん、ジュー、リノッツさん、ハート、しんさん、エビフライ、カズノシンさん、かわいい、ありがとう。しゅんさん、レネさん、エビフライ、ありがとう。今日買ったものたち、よちゃん、ハート、ありがとう。まずじゃ購入理由とともに、購入理由とともにね。そう、昨日は大変だったよ。私踏んだり蹴ったりの一日でした。でも免許更新終わったからもう気が楽です。まず紹介いたします。まずはレッスン着を買いました。レッスン着、こちらカーゴパンツを買いました。カーゴパンツ私もう2着持ってるんですけど、ピンクも欲しいなと思って買いました。これを買った理由は店内 40% オフで、で2個買うとさらに 10% オフだったから半額じゃん。ほぼっていうかもう半額じゃないですか。だから買いました。半額で買えた、ラッキーと思って。いや待って、違う、嘘つきました。 70% オフだったの、もともとが。
70% オフのプラス 10% オフだったから 80% オフで買えました。やばくない？ 80% オフで買ったレッスン着です。じゃんじゃじゃん。そうだった。これは昨日その免許更新ガイドに見て、え、かわいい、でもどうしようどうしようって2点買ったら 10% オフだから、これは欲しいけどもう1個何がいいか時間なくて選びきれない、やばい、バスの時間割り、やばいやばいってなったから、今日行ってちゃんと買えました。 80% オフ、やばい、ほぼ無料です。 20% 分しか払ってません。でもちゃんと合法な買い物です。これそういうものです。アウトレットいっぱい履きたいと思います。だからいっぱいレッスンがあるようにいっぱいイベントに出ないといけません。フェスでもイベント系とか公演とかもいっぱい出るってことがレッスンがたくさんあるってことだから、これを履くためにはたくさん活躍しなければならないということです。いっぱい履きたいので頑張ります。イエイ。じゅんなゆうなさん、エビフライ、下吉さん、飛行機とエビフライありがとう。黒さん、ペロペロキャンディありがとう。しんいちさん、ペンライトありがとう。なかやん、エビフライありがとう。じゃーん。誕生日2日前なのに 80% オフの買い物してんのやばい。もっとなんか贅沢したらよかったかな。え、嘘、 80% オフじゃない？ 73% オフなのこれ。嘘、え、嘘じゃん。私算数苦手だよ。 73% オフらしい。そうなん。しまなみ48さん、くまありがとう。ひかるさん、ハートありがとう。そうなん、どういう計算なの？プラス 10% じゃないの？え、そうなん、私 80% オフかと思ってたよ。え、めっちゃお得じゃんとか思ったのに全然違うじゃん。え、まあでもお得。テキサスのロースターさん、エビフライ、アルさん、レインボースターありがとう。なんでなんで、7%どこ行ったんよ。迷子やん、どこ行ったん。でこちらもう一個が2点買ったら 10% オフのもう一個のやつが、もう一個のやつがこちら、じゃーん、かわいいニットです。これはもともと 40% オフでさらに 10% オフだから、じゃあこれは、これはじゃあ何パーオフでしょう。みんなに問題です。 40% オフのさらに 10% オフです。さて何パーオフでしょう。かわいいニット買った。これは30分ぐらい悩んだの。え、どうしようって。2点買ったら 10% オフっていうからさ、何買ったらいいか分かんなくて、30分ぐらい悩んでやっと決めたのがこれです。100-100×6.0.6×0.9。 うん、難しい。 46% オフ？じゃあほぼ半額ってこと？お得じゃん。いっぱい来ちゃう、いっぱい消えちゃおう。46%でき、え、買い物上手じゃない私って。冬ってこれから始まるよね。いいんですか、こんな安く買えちゃって。ゆうちゃん、エビフライ、マポスさん、エビフライありがとう。そして最後です。こちら、こちらは TikTok で見かけて、 TikTok で見かけてね、欲しいなと思ったらネットにはもうなくって、で、あ、もうないのかと思ったらアウトレットで売ってました。なんかこれは人気みたいです。
超人気っぽいので、サイズが全然もう残ってなかったので L サイズにしました。普段 M だけど L にした。ちょっと袋に入れてたら袋のゴミがいっぱいついてる。こちらです。ボーン、じゃんじゃじゃーん、かわいい。こういうさ、ハーフジップの服さ持ってないから、またモコモコです。かわいいです。ここの色味がかわいくて、こういう色が好きなんですよ。で、白だし水色だしと思って欲しくて買った。これは40%オフだったんですよ。40%オフで、よしラッキー安いと思ってレジに行ったら、誕生月の方は 20% オフって書いてて、え、何パーですかこれは、何パーオフなの。めっちゃお得パーセントオフで買えました。誕生月でよかったね。え、そう、汚しそうで怖いよね。 52% オフ、お得やん、めっちゃ。じゃんじゃじゃん。そう、11月生まれだからさらにオフしてもらうとモコモコになりたいと思います。かわいい、めっちゃ気に入ってる。色味が天才的です。誕生月はなんか LINE の会員登録したらクーポンくれるよみたいなやつで、なんかそういうのってさ1ヶ月前とかに登録しないとダメってとこもあるけど、なんとね今日登録して OK だったから本当に最悪なんですけど今日登録しました。また来年行かなきゃ。こんばんは、なおさん、エビフライありがとう、かわいいもありがとう。ジロくん、ハート。ソウさん、お断り。テクちゃん、かわいいありがとう。パイノミさん、ペロペロキャンディありがとう。おみかんさん、10周年クマありがとう。もちはださん、エビフライ。ゴンベンさん、バラありがとう。え、これ流行ってるんですよ、ハーフジップ。嬉しい、初ハーフジップ。いっちゃん、お断りです。ルンルルン。私は服買わないまなのにさ、買っちゃったからたくさん着れるように、今日お金使った分いっぱい着て元を取らないといけない。いっぱい着ます。かわいいです。いいね、モコモコの女っていいかも。本当アウターを買いたかったけどね、なんかしっくりくるのなくて。めっちゃ可愛いと思ったやつがあったんですよ。え、今日めっちゃ可愛い服があったので、アウトレットだから割引してくれると思って値札見たら定価だったから、しばらく我慢しようって、何かご褒美で買おうと思ってちょっと諦めてしまいました。諦めてしまったよ。山崎さん、エビフライありがとう。今日の服も初めて着た服、これはこの前買ったんです。何色って言うんだろうこれ、グレーでもないし黒でもない、墨、チャコール、チャコールグレー、わかんないけど、なんかくるくるしてて可愛い。定価でも買うよ定価でも買うけど、なんか定価で買った時って罪悪感がすごい。あと今日買ったもの、これもあった、じゃーん、パルテノです。これは毎日食べてます、本当に大好き。これをバナナにかけて蜂蜜をかけるのが私の毎朝のご飯です。でも昨日ね買いそびれてて食べれなかったので、今日の夜のおやつはこれです。バナナも買いました、バナナとヨーグルト買いました。パルテノ大好き。この
砂糖不使用のやつが好き。美味しいです、おすすめ。滑らか、私の一押し。もう何年もハマってるよこれ。以上かな、以上でございました。以上です。赤い水星のペンさん、お断りです。パルテノは定価です。定価170円。でも170円だけど、私はあんまり服とか普段は買わないから、ヨーグルトはちょっと贅沢してます。定価です。アイスを2個我慢したと思えば安いもんです。ミューラッチさん、お断り。お断りだよ。袋破れなかった、大丈夫だった、ほっとしました。これも使わなきゃ。サーティワンの500円券、これショールームでみんながくれたやつ、アイスクイーンのやつ。今日使おうと思って持ってったけど使わんかった、サーティワン通らなかった。あともう一個あった、購入品紹介。今日ガチャガチャをしました。珍しく欲しいガチャガチャが今2個あって、たまごっちのガチャガチャと、たまごっちのねキーホルダーが今出てて、それとプリキュアの初代のプリキュアの変身アイテムのガチャガチャが再入荷したっていうのを X で見まして行ってきたんですよ。で私が欲しかったのがあったんだけど、なんと私が引いたのはこちら、じゃーん、プリキュア5引きました。欲しいやつではなかったんですけど、なんとソラハさんと引いたんやけどね、レッスン帰りに。お揃いだったでも向こうはこれが欲しかったらしい、ソラハさんこれが欲しいって言ってて、で私は狙いこれじゃなかったけど、まあお揃いだからね、お揃いだからまあよしとします。たまごっちのさガチャガチャがなくて、あこんなやつ見て、立体的なの。プリキュア555か、ボタン押せる、何もならないけど、すごい。流星さん、飛行機ありがとう。たまごっちのやつね、ほんとどこも全国的に売り切れてて、でこの前沖さんが LINE くれてさ、本通りのとこにあったよって、たまごっちのガチャガチャあったからやってきたよって連絡来たんですよ。で私その日本通りにいたのに、沖さんが LINE が届いた時には家にいて、はぁってやばい行かなきゃと思って、沖さんが言ってたお店にこの前行ったの。したらなくって、売り切れとかでもなく普通にそれ自体なくて、あもう売り切れだから、その売り切れっていうか張り紙すらやらないぐらいすぐ売り切れちゃったのかなって思って諦めてたんですね。そしたらこの前アーナの卒業公演の時にメイクさんがスマホにたまごっちのガチャガチャのキーホルダー2個つけてて、えってどこでやったんですかって言ったら、近所のスーパーの前にあったよって言われて、でもそのさメイクさんがどこに住んでるかとか知らないから、あーそうなんですねって言ってさ、場所聞けなかったんですよ。聞けなくって、そう、そのメイクさんがどこに住んでるかの情報さえ仕入れればもしかしたらあるかもしれないんだけど、あでも広島のどこかにはあるんだなっていうちょっと希望の光が見えてきて、でこの前の六本木のイベントの日に楽屋でスマホこうやって触ってたら、元衣装さんの方から連絡来て、たまごっちが本通りのウォンツの店の前にあったよって来たんですよ、連絡が。えたまごっち行かなきゃ、明日行きますって言ったけど、その日めっちゃ忙しくて、なんか
行けなかったよね結局結局行けず、え、何があったっけ、え、なんか行けなかったですよね私、次の日絶対に。最近ちょっと曜日感覚狂ってるけどさ、何だったっけ、そう、行けんかったんよ。で今日そういえばと思って、アウトレットのガチャガチャ見たけどなくて、その前に本通りのガチャガチャのとこでもなくて、で違うとこ行ったけどなくて、あ、そういえば石尾さんの連絡で来てたわと思って、そのウォンツっていう薬局があって、薬局の前のガチャガチャのとこ行ったらあったんよ、たまごっちのガチャガチャの機械が。えって、あったってなって見たら空っぽでしたなかったんです。あ、ピースストックだ、そう、ピースストックだから行けなかったんよね、徳島の次の日は。六本木時間変更なったけど、私たちはもう始発で向かってるから行けないよ、時間変更になったとて。もう始発で向かってる途中に時間変更のようになってきてるから関係ナッシングです。そう、なかったんです、空だったの。しかも売り切れとかの張り紙もなかったから、多分今日の朝に行っとけばよかったんだと思う。悔しい、見つけられなかった。あ、また探しに出かけたいと思います。めっちゃ人気だし、もしかしたらメルカリとかには大量にあるのかもしれないけど、でも自分で引きたいじゃないですか。こういうのってメルカリで買うのちょっと悔しいじゃん。ガチガチを回す楽しみがあるじゃないですか。だから絶対にそう、自分で引きたいの、自分で引きたいんだけど、そもそもないっていう、欲しい狙いのやつが引けないとかじゃなく、そもそも機会がどこにもないっていうね。でその後その薬局の前になかったから、あの本通りという広島の大きい通りのガチャガチャのあるゲームセンターのとこ行ってなくて、でラウンド1とかならあるかもって言ってラウンド1見たけど、ラウンド1にガチャガチャなくて、そもそもで、なんかスーパーの中とかのガチャガチャコーナーにあるかもって思って見に行ったけどなくて、諦めて帰ってきた。なかった、悲しい。でもメルカリなんかな、でも今高いんですよ、ガチャガチャ1回500円とか400円、これ300円、じゃあこれ400円しました、これ400円で、あと今日ね、なんかね、おもろいガチャガチャ見つけた。そういえばたまごっちのメイクさんはもしかしたら生誕祭おるかもだけど、どうかな。今日おもろいガチャガチャ見つけたけど、あ、まだ同期されてない iPad に。いや、私どうしても欲しかったの。普段ガチャガチャしないんですよ、全然ためらっちゃう。だってアイス3個買えると思っちゃうもん、300円とかでもプリキュアとかもちっちゃい頃からのさ、思い出が詰まってるから。しかも世間的にプリキュアのガチャガチャもすぐ売り切れるんですよ。そんなのさ、見つけたらするしかないじゃないですか。だからやったけど引けなかった、目当てのやつ引けなかったです。悲しい。同期してほしい、お願い同期して、もしもし。わ、なんて読むんだろう。アーナのアバターの方、ハートありがとう。誰かなんて読むかを教えてください。最近派手にやっちまったこと、昨日です。昨日私は免許更新に行ったんですけど、財布にお札が0枚だったから、やばい、コンビニ行かなきゃと思って、めっちゃ走って急いでコンビニに、バス乗る前に急いで行かなきゃってコンビニにね、走って10分ぐらいかな、走って信号待ちで止まってる時に、やばい、免許更新のハガキ玄関に置き忘れてきたと思い出して家に引き返しました。そして
無事に家に着いてはがきを手に取り家を出ました。玄関も出てしばらく歩いた時、やばい上着忘れた、一回上着脱いだんですよ謎に。私家着いてから、家着いて謎に上着脱いじゃって、それを忘れてまた戻って、でまた出かけました。でちょっと時間がさ、バスの時間が次のやつになったから、あの待ち時間ができちゃってちょっとへこんだし、アイス食べようと思ってコンビニでアイスを買ったんですね。私普段スーパーでアイスを買うんですよ。でももう落ち込んでるし、スーパーも近くにないから、バスセンターのとこって、だからコンビニでアイスを買って食べてたら、お気に入り の白いニットにチョコレートが落ちてて、シミができてて、ではぁーと思いながら、まあね、ペットボトルの水があったのでそれでシミ取りをして、そんで無事に免許更新終わりました。で帰りのバスです。帰りのバス乗った、はぁやった一息やと思って TikTok 開いた瞬間、爆音で読み上げ機能でなんかさ、すっごい流してしまって、多分 STU ファンの方は共感してくれると思うんですけどさ、 STU48 の七並べとかなるとき気まずいじゃん、ああいう感覚です。爆音 TikTok やっちゃってさ、バスの中で。しかもあの免許更新夕方行ったから帰ったの夜だったので、お仕事終わりのサラリーマンとか学生とかがバス乗ってるわけですよ。みんな疲れてるの、はーってシーンとしてる車内で TikTok の読み上げ、はあ、やっちまいました。最近のやっちまったことは昨日です。昨日一日中やっちまってた。あともう一個ある。ここまではメールで送ったんですよ。でその後昨日夜配信終わって、でメールもその送って、21時から Dooms Day っていう今やってるイベントのアプリをこう始めて、あの同盟ラリーってやつをねしたんですね。そしたらそのラリーの設定を5分にしないといけないのに、私間違って8時間にしてて、でチャットで、ゲームのチャットでみんなにいじられて、パセリ8時間だよわらみたいな言われて、はあ、はあってなってた。またやってるわ。マトベイさん10ありがとう。はあ、なりましたけども、今日は自分の生写真を自引きできたのでよしとします。いいんだ。なんかこれさ、私が刑事ドラマ好きだからかわかんないけど、すっごい指名手配みたいな、わかる、このなんかわかりますか、この背景というか、刑事ドラマ好きにはわかる、なんかそんな感じの雰囲気をこの生写真からは感じる。あのね、 NMB さんの恋愛被害届の MV とかのなんかわかる、その感じ伝わるかな、伝わる、うん、この線の感じが、そう身長のやつ、そう伝わった、よかった。恋愛被害届の MV 好きなんだ。かまちゃんエビフライありがとう。一粒の麦もしさん、すみっこ暮らしの仲間たちとファイトとお疲れありがとう、ありがとうございます。けいすけさんエビフライ、マリオ2さんハートありがとう。わーん、下吉さんかわいい、しゅんさんかわいい、しんいちさんアイスと飛行機ありがとう。かずのしんさん尊い、じんらいさん白熊ありがとう、ありがとうございます。パッちゃんはいよ、パだよ、みっちお断りです。かまちゃん白熊ありがとう。こんばんは。今日はしっかり食べたよ、もりもり。なんか丼食べました。アウトレット行ったからアウトレットで丼食べた。カツオのたたきとアボカドの丼みたいなやつ食べた。
珍しいよねカツオね。全然同期されないの私の iPad ちゃん。お願い同期して。もしもし、キャッシュモラーさんハートありがとう。明日はねリリーベがあります。だから帰ってくるの遅くなると思います。リリーベ自体が19時からで、その後お話し会があるので多分帰りが遅くなっちゃうと思う。これぐらいの時間とかかな。で明日はひまたぎ配信をしたいと思っております。でも体調がもうめちゃくちゃもうやばいぐらい悪かったらなしにします。次の日生誕祭があるから生誕優先だけど私はしたいと思ってます。夜配信で1時までには終わらせて寝て次の日は生誕祭です。で生誕祭が終わって帰ってくるのも多分遅くなると思うんですけど夜配信はする予定でおりますのでよかったら見に来てくださいね。夜公演終わった後帰ってくるのきっと遅いよね。わー23時か25時じゃないと思う。もっと遅いかもしれない。何時に帰ってこられるかがそのお話し会の終わり時間次第とかかも。だからどれくらいなのか分かんなくて不明なので。でも去年はね去年のひまたぎ配信のことをすごく覚えていて、ひまたぎ配信かなあれは。なんか私さ玄関の鍵が開かなくてなんかから帰ってきたんですよ私で。23時59分とかぐらいにさ玄関の鍵が見つかりませんみたいなツイートした記憶があるんです。玄関の鍵が見つからないので見つかり次第配信しますみたいなこと書いたような気がするんだよね。名古屋からだっけ、名古屋だったっけ、 SKE さんの劇場か。そうやばいって帰ってきて鍵がバッグの中から見つかんなくて、あそうじゃん、そうですそうです、 SKE さんの劇場で出張公演あって帰ってきて、そう玄関の前で荷物全部出して鍵探してドタバタで配信したので、今年は落ち着いて配信したいと思います。よろしくお願いします。ソロハさんが飾り付けをしてくれるそうなので楽しみです。よろしくお願いします、ね、ドタバタ誕生日ねえ。全然同期してくれない iPad くん。もしもし同期お願いします。応答せよ。わーねえダメだ、もう諦めて明日にしなきゃ。悔しい。あ違うじゃん、私昨日もなんか諦めたよね。チーズケーキの画像を探すって言ってさ、ここ最近食べた中で一番美味しかったチーズケーキがあるんですよって言って探して見つからなくて諦めてね、悔しいって言って配信終わったの昨日。今日こそ見つけたかったけど見つかりそうにないです。それも山崎さん、はいと、リキさん10ありがとう。お、そうチカッパもあります今月は。楽しみです、楽しみでございます。よろしくお願いいたします。ルンルンルルンルルルン。諦めなきゃダメですか？マジ？どこなの？めっちゃ覚えてるの。本当に最近行ったの覚えてるの。でも2ヶ月ぐらい前。2ヶ月ぐらい前に行ったの。夏に行ったの覚えてるんですよ。でもこの写真より前かなってやつはある。悔しい悔しいよ、みんなに見せびらかしたいんだよ。めっちゃ美味しかったよって、
だって生誕祭に来る方、あ、生誕祭に来るよって方におすすめしたいアイスは、アイスって言っちゃった。アイスはおすすめしたアイスは、あの前も紹介したんですけど、これです。ここのこのパフェはめっちゃでかくておすすめ、めっちゃ美味しかった。どんぐらいでかいかっていうと、スマホと比べてこれくらい。結構写真で見るよりも実物の方がでかってなりました。おすすめです。これです。いや、これは遠近法ですよ、さすがに。こんなでかくはないけど、ガトーショコラが入ってて美味しかったやつ。待って、見つけた。私がね、最近食べたチーズケーキで一番美味しかったのここです。これ千穂さんも言ってた。この前千穂さんとサラちゃんも言ってました。私はソルハさんと言ったんですけど、このチーズケーキが人生食べたチーズケーキの中で一番とろけてた。とろとろにとろけてました。これはね、あの生誕の会場の近くだから、もし早くお仕事終わりとかで急いで来るとかじゃなく、早めに来てて余裕があるよって方は近いので行ってみてほしい。でもなんていうカフェかわかんない。ここはソルハさんが連れてってくれたからなんていうカフェかわかんないんですけど、多分千穂さんかサラちゃんの SNS を見たらあると思います。ここのチーズケーキ、これです。ちょっと探してください。めっちゃ美味しかったです。でもパフェが食べたいよって、もうパセリがパフェ好きっていうのはパフェ食べたいよって方はここ、これはマルティットっていうとこです。これも会場から割と近めです。おすすめです。おすすめだよ。あとはね、あとね最近食べたね、おすすめのアイスもあるの。これです。教えたっけ、これこのアイスめっちゃ美味しかった。ここのカフェめっちゃ美味しかったのでおすすめです。名前はエモラボカフェ。このアイスがめっちゃミルキーで濃厚で、でこれは生チョコっていうメニューです。美味しかった。最近できた。これはエディオンの近く、エディオン神谷町の近くにあります。全部アイス。え、これは下とかない？これも全部アイス。これ下も全部アイス。もうアイス好きはこれを食べろっていうぐらいアイス、もうぎっしりアイス、ここからここまで全部アイス。シェイクなんだけど、シェイクっていう名前で売ってるんですけど、シェイクじゃない、これはもうアイスだった。ジャリジャリとかしてなくて全部濃厚だったので、もうアイス好きの方は必ず食べてみてケロって感じです。おすすめ。え、全然みんなにおすすめできてないな、生誕祭もリリーブもあるっていうのに。あ、じゃあリコちゃんが教えてくれた。リコチとアイコジが前に行って美味しかったからって言ってリコちゃんが連れてってくれたこのお寿司のランチ、1000円ぐらい。これ自分で選べます、何を握ってもらうか。なんかそう、ケースがあってこんな風に6巻10巻14巻から選べて、で赤だしか乳麺選べて、で自分のその選んだ関数分だけかけるんですけど、私はチヌ、ブリ、スジカツオ、貝サラダ、ハモ、タチウオ、タイ、縁側ユッケ、明太子、アジ。そう、ここはね、なんて店か忘れたんですけど、これもあ、4文字4文字、
4文字のやつもう1000円ぐらいです。これサラリーマンの方とかいっぱいいました。この前お仕事終わりにリコちゃんとサヤと行きました。シャリは広島県三好市のライスファーム藤原で作られている新米のみを使用って書いてる。でもこれは撮ってるのに店名は撮ってないや。無能です。無能って呼んでください。私のことはこんな感じでね、ちょっと伝わるかな。後ろにカウンターにずらーっとこれの3倍ぐらいの長さのやつがあって、ここから好きなあのネタを選べるやつ。うん、それ有明、それです、それでした。有明です。これも会場から割と近めです。割と下吉さん、いいね、ありがとう。運転に戻ります。頑張って、気をつけてきてね。気をつけるんだよ。いっぱい寝てね、途中ちゃんと止めて。ブンさん、レインボースターありがとう。コーラさん、10ありがとう。みんなにおすすめできたかな、ちゃんとできてるかな。劇場版開けたらパセリの写真入ってて嬉しい。嬉しい、そんなこと言ってくれるんですか、ありがとう。その言葉が嬉しいです、ありがとう。ケンケン、お断りです、お断り。あとは、あとはですね、のり弁が好きだよって方がいたら、この前のお話し会の差し入れのお弁当が黒弁っていうのり専門店ののり弁だったんですけど、めっちゃ美味しかったからおすすめです。これも会場から割と近いです。黒弁、お祈りがあった。お祈りって、あのこっちのお祈りがありました。おすすめです。クロさん、バラ、イナッチさん、ハート、ありがとう。チホちゃんの投稿見つけたけど店名書いてない。じゃあサラちゃんの投稿にはないかな。サラちゃん載せてないかな。お祈り、チェキ届いた、大事にしてね。でもなんかそのチェキさ、私の書いたあれの書いた時のあれと多分受け取り方が違ったので、この前のチェキ会の日の投稿が、だからあの違うよって言いたい。あっちゃさん、ラブレターありがとう。サタンさん、ハートありがとう。うん、黒弁は最近駅にもできました。だって広島駅にもあるの。広島駅で買えるのは遠征民の方はありがたいかもしれない。のり弁が食べたい方は黒弁へぜひ行ってみてください。あとこれ美味しかったな、山口県のこれ、宇部釜チョルルのチーズちくわ、これ美味しかったです。ちょっとついでみたいに紹介しちゃったけど、あとこれも山口県の空港で買った明太インチーズちくわも美味しかったです。これ買って食べたけど美味しかったです。これは差し入れとかじゃなく自分で買ったから、あのリアルな感情です。美味しかったです。あとこちら、こちらの皆さんぜひ食べてみてほしい、じゃんじゃんじゃん、パクチーゼリー。これは岡山です。急にさ、なんか瀬戸内のグルメ紹介しさせてごめんだけど、これね、岡山のパクチーゼリーなんですけど、岡パクっていう岡山パクチーを使ってるパクチーゼリーをこの前ロケで岡山行ってあのもらったんですよ。でも一人で食べる勇気がなくてリコチと食べました。リコチと食べた、リコちゃんにあげたんよ。そしたらリコちゃんがあの、これはオールナイトフジコの時なんですけど、
東京まで持ってきてて、なんかパシちゃんと一緒に食べたいと思って持ってきたって言われてあげたのに、まさか帰ってくると思わなくて一緒に食べました。おかぱく結構ね、パクチー好きな方は好きそう。結構パクチーだった、だいぶパクチー、中身こんな感じ、もうパクチーいっぱい入ってた、超パクチー。だからパクチー好きだよって方はぜひ食べてみてほしいなと思います。パクチー、私はパクチー無理やけど、おかぱくのあのねやつめっちゃ美味しかったんですよね。根っこみたいな、パクチーの根っこが美味しかった、天ぷら、根っこの天ぷら美味しかったから、ちょっとぜひ行ってみてほしい、みんなにも。岡山、山口の空港はどこの空港かは覚えてないんですけど、何空港だったんだろう、全然覚えてないんです。この前の山口公園の時に使った空港どこだったんだろう。寝て起きたらあの飛行機がついてて、そのままロケバスで移動したからちょっと分からんけど、岩国かな、どこだったんだろうか。滞在時間本当に数十分とかで出たけど、宇部かな、いや岩国、いやどっち、どっちか分からん、忘れてしまった。でも日割り見たら、日割りを見返したら判明するから、ちょっと見返しときます。いや、そう、もう終わらなきゃ配信、そうなのよ、明日も早寝早起き。岩国か、エヴァンゲリオンがいたら宇部、どうだったかな。オールで歌番組を終えて向かったから何にも記憶がないんです。その日の記憶が本当にないの、本当にびっくりするぐらいない。あの羽田空港でサーヤンとアイスを食べたことは覚えてます。セブンティーンアイスを食べたことはしっかり覚えてるんですけど、その後の記憶がございません。どこだったんだ、飛行機は分かんない、いや大きい飛行機じゃなかったかもしれない、バスで移動した、バスで移動して飛行機乗ったよ。どう？どうどう？あ、そう、マイカーのメンバー以外も同じ時間に朝を普通に集合だった。5時集合でした。5時半集合？4時にホテル着いて5時半集合とかだったから、もう速攻でお風呂入ったら終わった。千本桜さん、ハートありがとう。岩国空港、おお、すごい、岩国です、なんでわかるの、すごいね、岩国空港だそうです。 T さん、ハート、黒さん、小判ありがとう。そう、めっちゃ早かった、すごっ、特定ね。さよっちょさん、白熊ありがとう。さっち日暮らしでパと同じポジだった。8人公演さ、もうレッスン大変そうだった。なんかね、ユニット何個も覚えなきゃでしょ、一人。さっち日暮らしだったの？そうなの？すごっ、見に行きたかったな、金曜日の僕隊、まさかのジャケットサイン会とかぶりでした。本当にもうごめんよ、ヌアピー行くって約束したのに、もうそれが絶対行くからねって言ってしまった手前さ、申し訳なくて、
いやもう向こうからしたらそんなん関係ないかもしれないけど、私的になんかすごい申し訳なくて、その時はまだスケジュール知らなかったからさ、見る気満々だったから、もうめっちゃ張り切って言ってしまったから、ちゃんとアーカイブで見るからね、ごめんよ。うん、それチーズケーキの店、それです、それ、リレーポイントみたいなやつ、それ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 です、616、それ、すごいトロトロのチーズケーキの店で、も席は3席ぐらいだったから、急に一気に人が行くと座れないかもだけど、めっちゃトロトロでした。3テーブルって感じ、1つのテーブル2席とかで3テーブルくらいしかない感じだったので、もし時間が空いたら行ってみてください。ぜひ、美味しかった。ろう人形さん、白熊ありがとう。でもおすすめ店いっぱいあるよ、平和食堂も行ってほしいな。平和食堂の方がみんな入りやすいかもしんない、そこのカフェより、席もいっぱいある。平和食堂ランチも、そこもチーズケーキ美味しいです、平和食堂で。平和食堂はクリームソーダがあるんですけど、そのクリームソーダのコップがあのラムちゃんとかセーラームーンとか懐かしいようなキャラクターとかがプリントされてるコップだから、レトロカフェみたいな雰囲気というか、おしゃれです。ぜひ、 ST のメンバーも結構行ってるとこだから行ってみてください。ブーツ型、それ米田コーヒーやなそれは米田コーヒーですね。米田コーヒーもメンバーよく行ってますけども、こんばんは。じゃあそろそろ終わりましょうかな。皆さん、お知らせタイムに入ります。 STU48 10枚目シングル、君は何を後悔するのか、明日発売です。こちらのお話し会今受付中です。来週の月曜日の13時まで受付、再販受付やってます。オンラインもあるし、直接会えるやつも、福岡のお話し会と12月のやつオンラインも今回で受付最後です。16日かね。ちょっと待って、確認する、ちゃんと。12月の16日、合ってました。12月16日、誕生日の1ヶ月後のオンラインも今回の受付で最後になるので、もし直近で早く、誰よりも早くパセリに会いたいよって方は、この受付が最後になりますので、福岡のお話し会とツーショット会、そして12月16日のオンライン、ぜひです、おすすめです。そしてこちら、じゃーん、 STU48 君は何を後悔するのか、こちらの明日発売のシングルのアザージャケット、このジャケット写真っていう、ここがパセリだけになるやつ、パセリのソロの写真で、しかもサインも直筆、そして名前入り、みんながの名前入り、私がこのショールームで書きながら配信するんですけど、それの受付も今やっております。こちら今週金曜日の17時から、間違えました、18時からだったっけ、17時じゃなかったっけ、ちょっと待って、パセリミスってる、18時だったっけ、ちょっと待ってください、18時だったっけ、あれ、ん、18時で合ってた、嘘、何が17時だっけ、何
かが17時じゃなかった？もう最近お知らせ事が多くて今日まとめてさ送ったんよ。え、なんか17時のやつある？え、怖い。何かが17時やなと思ったんですよ。何？え、メール17時って書いてた？嘘、あれかな？17日を17時と思ったんかな。週5、いや週5まだ来てないよ。週5は前の日しか。あれ？なんだ、怖っ。18時で会ってました。こちら今週金曜日17日の18時からこのショールームで配信します。え、怖っ。私がずっと勘違いしてたの。福岡、あ、それだ、リリーベだ、それです。リリーベが17時からでした。そうじゃん、あの12月10日の福岡のキャナルシティであるリリースイベントが17時からです。それです。すっきりした、すっきりしました、よかった、判明して。です、これは18時からです。解決ありがとう、よかった、解決してほっとしてます。そしてあとはあの東京 MX、 東京 MX の地域にお住まいの方は瀬戸茶で明日の深夜2時35分から放送なんですけど、もしかするとリリーベで広島に来たりとか生誕の前乗りで広島に来る方もいると思うので録画予約忘れなくお願いします。あ、やばい、12月9日でした。12月10日はお話し会でした。12月9日がリリーベです。そうだ、12月9日がキャナルシティでリリーベがあって、それが17時からあります。で、翌日の12月10日にあのお話し会が福岡であります。お話し会とツーショット会があるので、そちらの受付も今やってます。リリーベは当日変えます。でもお話し会は当日変えませんので、よろしくお願いします。ルームヘアさん、エビフライありがとう。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。今日一日中野宿してる平坦さんいる。嘘、え、嘘、違う、昼にやばい野宿させてるわと思って一旦しまったんですけど、夕方にまた働かせたの。それ多分出しっぱなしだ。ハウスします、ハウスするわ。16時ぐらいに一旦しまったんだけどまた出しっぱなしでした。直しときます。寒いもんね、兵隊たちも。ごめん、ドゥームズデイ、ハウスします。ポストさん、エビフライありがとう。ゆうたさん、エビフライありがとう、ありがとうございました。それでは壇上行きたいと思います。13位しんいちさん、12位おみかんさん。ん？今私13位って言った？え、もうやばい、私もうボケが始まってる。13位しんいちさん、12位おみかんさん、11位くわどりさん、10位しゅんさん、ん？今噛んだ。10位しゅんさん、9位ゆうちゃん、8位ぶんさん、7位ふくちゃん、6位しもきちさん、5位しまなみ48さん、4位一粒の麦もしさん、3位ゆうたくん、2位かずのしんさん、1位山崎さん、ありがとうございます、ありがとう。サンデーサイレンズさん、エビフライありがとう、ありがとうございました。また明日、明日は誕生日ひまたぎ配信です。よろしくお願いします。またね、おやすみなさい、バイバイ。